新たに新設されたミスコン、ミスジャパンアンバサダー、そして新しい日本のシンボルとなる人材を発掘育成するために行われるお稽古、これはミスジャパンアンバサダーを目指し自分自身の内なる美を探す女性たちに密着したオーディションドキュメンタリー番組です。今皆さん座っている方々っていうのはそのグランプリを目指すライバルでもあるんですが仲間でもある。で、まあ、そういった中で自分だけがと思う方とみんなで協力し合いながら相手に対して尊厳と思いやりを持って当たれる方では言動や行動が変わってきます。我々はそういうところを見たいなというふうに思っています。始まる、ね、ミスジャパンアンバサダーのお稽古ということで、もう初日の初日第1回目をね、携わることができまして、もう光栄に思っております。お集まりいただいた皆さんありがとうございます。今 SNS の時代で誰もが簡単にブロードキャスティングをして、今まで無名だった人が一気にバズって有名人になったりすることが本当にすぐそこで起こっている、そんな世の中なんですよね。どうか今からがスタートで、一人でも多くの方に私はここにいます、こういう思いでここに参加していますっていうことをどんどん発信していただいて、最終的にはこれに持っていかないといけないと思うんですよね。結果につなげるということ。スタートの時点でみんなそれぞれ得意なもの不得意なもの、勉強すごいしてる子もいれば全然わからない子もいるとは思うんですけど、スタートを切られた時点でそこからどれだけ自分が成長するために自分に期待をして頑張れたか、それがアンバサダーとしてふさわしい人になるための一歩であり、そんな人がなるんじゃないかなと思っています。でこの稽古のポイントで私が皆さんにお届けしたい3つの力があります。それが何かというと、まずは1つ発信力ですよね。はい、私はここにいます、私は何者です。でそれを皆さんの言葉で思いをしっかりと第三者に伝える、それに反応をもらって共感してもらえる共感力、そしてただ単に発信するんじゃなくて印象形成力ですよね。この3つの力をお稽古を通して、ね、皆さんにお届けしたいと思っています。キャンプは1日目は楽しく参加できたんですけど、私は体調崩してしまって2日目と3日目がもうほぼほぼ参加できなかったので、なんかその分みんなよりもっと頑張ろうと思ってレッスンしてます。私自身もウォーキングという、外を磨くっていうことをハードしてやっているんですけれども、一番大事にしているのが内面の美しさをどう外で表現するかっていうことなんですよね。私のいいところはなんかポジティブシンキングで打たれ強くて、根っから明るいところだと思うので、私が大使になったらもっとそういう太陽みたいな、みんなにこうもっと自信持っていいんだよみたいなことを伝えられると思います。何か一言、はい、話しましょう。はい、ぜひぜひ、もちろんです。世界最大級のプラネタリウムドーム NTP プラネット。え？高性能フィルターで飛沫を防ぐ不織布マスクにしませんか？え？天然コットンがお肌に優しい不織布マスクにしませんか？
医療用コットンメーカー発リリーベル敏感肌マスクオーガニックコットンも。今回メインスポンサー様を引き受けていただきました西田クリニック様の西村社長です。はじめまして。はい、今から話すお話は実はうちの会社で働く仲間たちに対していつも言ってることであったりとか、あとはこう人をこう採用させていただくときに僕がすごく一番大事だなって思ってることの話をしようかなと思います。感謝の感受性って呼んでる言葉があって、でこれが本当覚えていてくれるといいと思うんですけど、人って A さん B さんが同じことをしてもらってもそれに対してありがたいなって思える差が本当にあるね。感謝の感受性が深い人に共通すること何かっていうと、ありがたいなと思った分それを何倍にして世の中に返していこうっていう行動につながることがすごく大きくって、僕がこう人を面接させていただくときに見るポイントは、こう履歴書の中身ってそんなに見なくって、まあ、その人がどれだけこう感謝の感受性が深いかっていうことをすごく見るようにしてます。新卒の子たちが4月1日に入社した時に僕が必ず話す話があるんで、これをちょっと皆さんにも伝えれればなと思うし、実際そうしてほしいんですけども、ぜひね皆さん今ここにいるっていうことは、ご両親がいて、子供として生まれてきてると。だから僕は新卒の子が来たら必ずその日の夜に僕に言われたからっていう理由でいいから、必ず自分を産んでくれたことの、お礼の言葉をね、メールとかね LINE とかじゃなくて必ず電話で伝えてください。うちの場合ね、それ言ったかどうかちゃんと上司が確認するようにまでしてて、言葉に出してちゃんと言う。でそこは、上辺だけで言うんじゃなくて何がありたかたいかっていうことをすごく深く考えてほしいなっていうふうに思うんです。で最後に一つだけ、今の自分があるのが、なんで私こうなんだろう、やることなすことうまくいかないだとか、もともと環境が悪かったしなっていうこと多いと思うんですけど、どんな環境だろうが、どんな人だろうが、今ある自分っていうのは全て自分の積み重ねが今そうなってるよね。でもう起こったことだとか過去は変えられないってことはよく言うんだけど、僕は自分の過去すら自分のこれからの未来を自分が築き上げることで変えていくことがすごくできると思うんですね。一見すごくネガティブな劣悪な環境ですら自分が将来努力して築き上げる未来によってその過去の意味も変えてしまうことができると思うんです。僕はそういうことを深く思えれば思うほど成功することができました。なので間違いなくそうなのかなと思います。ありがとうございました。ちょっと泣けてきちゃいました。何度も言うんですけど、やっぱりこういう大会をするっていうのは、そのたくさんの人の力があってできることで、もちろんこうやって素敵な女の子に恵まれないとやっぱりいい大会はできないんですけど、やはり活動するっていうのはたくさんのスポンサー様に恵まれることであって、本当にやっぱり裏方ってすごくすごく大変な部分が多くって、やっぱりお金がなければみんなにも素敵な活動を提供できないから、儲かってるからといってスポンサーする意味がなければスポンサーしてくれないのね。でやっぱりそれにははじめましてお金をくださいっていうことはやっぱり言えなくて、それまでにやっぱり礼儀を尽くさなきゃいけないこととか、それまでの関係を築かなきゃいけないとか、何よりもこの大会の思いを、そして素晴らしいことなんだっていうことを伝えないとやっぱりそれって理解してもらえない中で、私はここ西村社長に勇気を振り絞って連絡をしてスポンサーしてくれないかっていうことをご相談させてもらいました。僕はスポンサーを引き受けさせてもらいますって連絡を入れて、第一報電話
もらって鈴木社長から本当に心からこうありがとうございましたって言われた時ね、これね僕感動しちゃって、もう30年近く会社やってるんだけど、なんていうのかな、溢れ出るこのありがとうございましたっていう、まあ、一言で、いや今日ここでこうスポンサーさせていただくっていうこと自体おこがましいかなと思えるぐらい感動しちゃって、僕すごいこう感謝の深さがあって、まあ、それがこうみんなに対する愛情でもありってことが、僕は本当にそれが、まあ、この大会っていうかそのエッセンスにあるんだなっていうのを誰よりも知ってるつもりで、応援させていただいてます。もうくどい、本当に感動したの、何年経ってもね忘れられない、なんだろうね、ああいう感動っていうぐらいのものがあったんでね、皆さん本当にこんな方のもとお稽古を詰めてありがたいなって深く思ってくれればと思います。あの時にああいう感情にしてくれたことに僕は鈴木社長にすごく感謝します。なんかせっかくなので何か社長に聞きたいこととかあれば、なかなかお忙しい方なので大丈夫ですか。はい、私から2つ、就活あまりうまくいかなくて本当に苦しくて内定取り消した子がすごい多かった中で就活をしてきたので、なんかこんな素敵な社長がここなんかこんいるんだってことが分かったことがまずすごく嬉しくて、西村社長本人からすごい素敵な話を聞いて、もうずっとじわじわ来てて、もう泣きそうで、でも泣かないように我慢してたんですけど、お互いその涙見たらもう私もうわっと泣いてしまって、なんかもうそれが本当に嬉しかったことだし、本当に感謝感謝でしかなくて、今の本当に話されたことがなんか本当にありがとうございました。ね、この分ね周りに返してあげてください。はい、ありがとう。